カラマイ市は、新疆ウイグル自治区に位置する地球市。ジュンガル盆地制北園に位置する中国の重要な石油生産地の一つであり、新疆石油管理局の所在地である。ウルホの牧城からマイは、ジュンガル盆地の北園、海地山の南陸、統計80度44分から86度1部、北緯44度7分から46度8分に位置する。 全体的に傾斜した地形で、東西の最大幅1 1 0トル、南北の最長距離2 4 0トルで、南北に長く、東西に狭く、西北高、東南低。ほとんど大部分が語尾である。平均海抜は4 0 0ル前後、最低地点は、モグササと、カツコ。市街西部には、海事山、青カツカ山、北にはアヘシャゲ特山があり、中部、 東部の地形は広く平坦で、ジュンガル盆地に向かって中心が傾斜している。東北は、コブクサルモンゴル自治県、東南は、ツワ湾県、西は、トリケ県と、ウス市に隣接し、南は、クイトン市により、本市の、ドクヤマ国が隔てられ、飛び地となっている夏の気候は高温乾燥。年間気温はマイナス25摂氏40度。カラマイは、ウイグル語で、黒い油の胃であり。 市外東北部の天然の歴性の山、国有山に由来する。唐前市の前身は、研究行政区の、徳山五人で、1958年5月29日に、研究し、かつへしゃげ名イが正式設立し、1982年2月16日自治区により、地球市へ、昇格、1984年8月17日に、自治区直轄の研究士となり、 1990年1月8日に再び地球史となった。1994年12月8日、かつへしゃげ名遊技館で大規模な火災が発生し、323人が死亡、130人が負傷した。犠牲者の大部分が小中学生だった。1997年7月、エルキシ川上流に運河を築いて、カラマイで考えする635工程が開始され、 2000年8月に完成した。1955年に中国最大級のカラマイ油田が発見され、石油生産及び生成を基幹産業として発展してきた。2008年に一人当たりの GDP が中国本土で最も高い都市となった。カラマイ市政府庁舎4市勝区を管轄する。我が国唯一的北水南朝皇帝船、留め水を国門の、ことひ頭城。 https://kknews.cc/news/z2pgk5p.html2019 <noise>、ま、年11月4日閲覧。unimportant 15 in China, s アバ b gdp n u m b e r s ールストリートジャーナル。h t t p s b l o c k s w s j c o m チナリルタイム2011-1107 アンインポータントヒッチインチャイナズアーバン GDP ナンバーズ2019年10月29日閲覧北緯45度36分統計84度53分北緯45.600度統計84.883度45.60084.883ありがとうございます